はい、皆さんこんにちは。今回はですね、木工旋盤を始めてみたいなとか、興味はあるんだけどなんか敷居が高そうだなみたいに感じている方向けの動画となります。始める前に知っておいた方がいいことなんかを中心に解説していきますので、最後までご覧ください。はい、まず最初にお話ししたいのは材料のセット方向ですね。旋盤の回転軸に対して木目の方向が同じ方向でセットされている方法をセンターワークと言います。スピンドルワークとも言いますね。いわゆる普通の丸棒を削り出すやり方ですね。もう一つはですね、回転軸に対して、木目が垂直に交わるようにセットされたものを加工する方法をフェイスワークと言います。こちらは、お皿やボールなんかを削り出す時のセット方向ですね。この二つの違いは、まず刃物を進める方向が違います。あと使う刃物も変わってきます。例えばこういう形状をセンターワークで加工する場合、外側から中心に向かって刃を入れていくのは裂か目になってしまうので NG です。この場合センターから刃を入れて外側に削っていくのがセオリーとなります。フェイスワークの場合は逆になります。外側から中心に向かって削っていくのがセオリーとなります。はい、続きまして刃物について解説していきます。いろんな種類があってなんだかよくわからないって人も多いと思います。私もそうでした。代表的なものについて一つずつ見ていきましょう。まずはラフィングガウジ。ラフという言葉の通り荒削りをするための刃物です。角材をセットしてまず最初に手に取るのがこの刃物です。あっという間に丸棒にすることができます。負荷が大きいフェイスワークで使用するのは危険なのでやめましょう。ハンドルの付け根の細い部分から折れる可能性があります。はい、スピンドルガウジ。これもセンターワークで使います。フルートと呼ばれる溝の部分が浅いのが特徴です。フェイスワークでも使えなくはないんですが、とにかくな鋭角なもの、35度とか40度のものはフェイスワークで使用するのは危険です。はい、ボールガウジ。ボールと名の付く通りお椀やサラダボールのような器を削るのに使います。スピンドルガウジと比べて溝が深いのが特徴です。一般にとにかくは鈍角で私の場合70度に設定しています。センターワークで使うこともできます。はい、スキューチゼル。センターワークで使います。とても綺麗な加工面を得ることができます。ただしキャッチを起こしやすいので注意が必要です。はい、パーティングツール。センターワークで加工したものに溝をつけたり切り離したりするのに使います。はい、スクレーパー。切削する刃物というよりはこそぎ取るというイメージですね。ボールなんかの内側の成形などに重宝します。食い込んでキャッチを起こすということはほぼないので安全性は高いと言えますね。初心者の方が初めて手に取る刃物としてはいいのかもしれません。
この一本で全ての加工を完了させることもできなくはないと思います。ただし仕上がりはあまり綺麗ではありません。ベベルラビングという言葉があります。ウッドターニングの世界では基本中の基本などと言われています。ベベルとはしのぎ面、すなわち研いだ面のことですね。ラビングとはこするという意味です。しのぎ面をこすりつけながら削るということです。実際にやってみましょう。はい、まずはベベルをワークに当てます。このままでは当然何も起こりません。ハンドルをゆっくりと持ち上げていくと刃先が触れるポイントがあります。この状態をキープしたまま削っていきます。こうすることで刃先が暴れることなく安定して加工することができます。はい、安定して削ると言いましたが、どういうことなのか、ちょっと面白いものをお見せします。はい、実際にはこんな風にして削ることはありません。ただのパフォーマンスです。ベベルラビングの原理を理解していればこんなこともできるよっていう話です。ベベルラビングの重要性についてはなんとなくご理解いただけたのではないでしょうか。ただし全ての部分でベベルラビングせよということではありません。場所によってはスクレーパーのような使い方をしなければ加工できないところも出てきます。はい、キャッチという言葉をすでに先ほど使っていましたが、これは刃が引っかかって食い込んでしまうという現象のことです。テーブルソーやトリマー加工におけるキックバックみたいなものです。木工旋盤をある程度やっていてキャッチを起こしたことない人はいないと思います。これは必ず通る道ですね。ただし丸のこトリマーのキックバックほど危険ではないです。なので過度に怖がる必要はないかと思います。こういうことが起こるというのを知っていればいいと思います。キャッチについては別の動画で詳しく解説していますので、そちらもよろしかったらご覧ください。最後にキャッチを起こした失敗シーンをお見せしておきます。はい、いろいろとお話ししてきましたが、木工旋盤は作業自体が楽しいものですし夢中になれます。美しい作品を生み出すこともできるものです。この動画が木工旋盤を始めてみようかと考えているあなたの後押しになることを願っています。質問ご意見などありましたらコメント欄の方へお気軽にお寄せください。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた。